湘南台駅東口から無料送迎バスに揺られて10分ほど、車好きの僕にぴったりな施設ということで、やってきたのは、いすゞプラザ。とにかく大きい施設だ。ここでは一体どんな体験ができるのでしょうか。さあさあさあ、おお、すごいお綺麗な、ちょっとついちゃいましたね。早速ちょっと興奮冷めやらぬうちに中に入っていきましょう。 GO！ うわ、待って、すごいぞこれ。なんだ、なんかめちゃくちゃ昔の感じの。あ、見とれちゃってました。先生、レポーターの小林希代と申します。はい、こんにちは。こんにちは。このね、大迫力の車に圧倒されてしまったんですけど、これはどういった車なんですか？はい、こちらは117クーペという乗用車でございます。乗用車、これ結構見た感じ、まあ、めちゃめちゃ綺麗なんですけど、はい、今はあんま見ないような形なんですけど、1968年のものでございます。1968年。はい。こちらどういった施設なんですか？いすゞ自動車創立80周年記念事業として、いすゞをより身近に感じていただくためのコミュニティ施設として開館いたしました。すごい。主に3つの展示エリアに分かれていて、いすゞの自動車の歴史を学んだり、さまざまな体験ができるんです。はい、普段近くでは見ることはできないトラックを見たり触ったり、また運転席に乗ることもできちゃうんです。おいもうこれ黙っちゃいないよこれ。そんなことが体験できるんですか？はい、そうなんです。ちょっとさっきの車よりなんか年月が古いような気がするんですけど。はい、日本で現存する中で最古のトラックなんです。ちょっと待って、実際に1924年大正13年に走ったものでございます。待って、楽しすぎるぞこれ。なんかここに歴史のパネルがあって、この車のことについて書かれてるんですよ。でこちらの壁面ではいすゞの代表的な車と、こちらの世相もグラフィックで表しております。あ、出た、いすゞのトラックで、これがそう。2015年多分ちょうど僕このぐらいでしたかね、サッカーやってて。あ、そうなんですね。小学校ぐらいでしたね。ちょうど 今これぐらい、ちょうど今この、ね、関係でこう話してるっていうね。はい、いや 今ここに立てているっていうのが嬉しいですね。これからもまあこう行くと思うんですけどね。そしてこちらがいすゞミニチュアワールドでございます。ちょっと待ってください、すごいぞ。皆さんカウントダウンいいですか？3、2、1、ミニチュアワールドドン。わー、これ見て、全部ずらーっと並んでんの。どこですかこれは、場所は？これがいすゞ県いすゞ市という架空の町なんです。あ、架空なんですね。はい、ジオラマショーは1時間に1回、いつも15分からミニカーたちが走る演出があるんですけれども。走るんだ。はい、すごい。夜になった。すごい。もう少しで夜が明け、今日もいすゞの運ぶを支える一日が始まります。走ってる。車一台一台にライトがあんの、照明とか。うわ、来た。うわ、いすゞトラックだ。ウィンカー出してんじゃん。車が走ってんだけど、こんなちっちゃい車がウィンカー出して、青だね、青信号。電車通ってるぞ。これジオラマですけど、実際世界でも一人一人人間がいて乗ってるんですよ、車に。まあ、食料だったりね、荷物を運んでくれてるわけなんですね。その僕のために動いてる方々がいて、まあ、こう一つの街が動いていると。子供たちもね、こういう車が動いてたりとかするとやっぱ興味で、やっぱ分かりやすいと思うので。あ、ちょっと夕方か、日も暮れて夜になってまいりました。あ、これもいすゞさんの消防車ですね。何かあったみたいです。ちょっとマンションが煙出てるか。1、2、3、4、5、905号室が火事です。3台ほどが今ちょっと現場に向かいました。こんな夜もね、あ、鎮火が倒れそうですね。早かったです。救急車もいすゞさんの。おっと、なんだあれ。左上空ご覧ください、何かが点滅しております。
こちらからちょっとまだわからないんですけども、音を立てて、サイレンのような音を立てて、山奥で音を立てたんですけども、あれ UFO だ、 UFO だったの。結構ここで数時間ぐらいいちゃうんじゃないですかね。そうですね、結構お子様とかずっとこちらに、うん、だってドラマがあるから一人一人ちょっと待って、場所間違えちゃってる。はい、こちらでは現在販売されている車両を展示しているんです。なのでバスの運転席とこちらの小型トラックを除く全ての車両の乗車体験ができます。すごい、これ中入れるってことですか。そうです、中入っていいんですか。え、いいですか。次は館内。すいません、あ、すいません、うわ、すいません、降ります。藤沢市の高度救助隊により運用された救助工作車というものでございます。2005年12月から2021年3月まで実際に使われております。結構長いですね。はい、東日本大震災の時も使われました。はい、あ、すいません、入ります。はい、今向かいます。はい、藤沢市、はい、了解です。サイレン鳴らします。あ、すいません、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。バックサイド OK。 はい、現場向かいます。これよく見るな、この顔。はい、こちらが大型トラックのギガでございます。で、俺この顔大好きなんだよな。なんか愛くるしくないですか、これ。そこか、ちょっとごめんなさい、一旦止まりますね。うわ、ごめんなさい、曲がりきれない。ごめんなさい。続いて2階ですけど、2階はどんなものが。こちらの2階のコーナーは、いすゞの車作りをテーマとして小学5年生の社会科見学の受け入れを行っておりまして。うわ、来たかった。そうなんです、小学5年生の視点で企画展示されているんです。一番の柱からこちらぐるっと回っていただきまして、15番の柱までゆっくり見ていただくと、どうやっていすゞの車作りっていうのがされているのかっていうのが学ぶことができるんです。車両組み立てラインを再現した20分の1の動くミニチュアもありました。こちらはいすゞ藤沢工場をモデルにしています。嘘でしょ、塗装チャレンジ、トラックのボディを塗装しよう。え、大丈夫ですかこれ。じゃあ僕これちょっと好きな色、緑なんで緑に選びたいと思います。おお、え、おおおおお、え、待って待って、むずい、あ、ほんとだ、すげえ、うわ、むずい、この角とかむずい、実際の塗装もめっちゃむずいんだろうな。うわ、待って、お願い、どう？どう？映像を消して実際にスプレーの塗った感覚がつかめるっていうのが、なんだ、まだあるな。こちらの展示の歴代車両は先ほどと同じようにレプリカではなくオリジナルで、今こちらちょっと燃料を入れて整備をすれば走り出すことができるものになります。マジですか。なので偽物ではなく本物ということですね。こちらが日本で初めての国産乗り合いバスでございます。戦争で荒廃したこの国の復興を支える重要な役割を担った車です。こちらが先ほど1階でご覧いただいた新型エルフの初代エルフでございます。ずいぶん顔どころかもう全て違いますけど、およそ60年ぐらい前に60年前のエルフ、はい、こちらがですね、はい、シボレーラブでございます。シボレーだ、めっちゃ知ってる。ジェネラルモーターズ社と提携し、初めてアメリカで販売をした車なんです。ここからいすゞは世界へと進出していきます。うわ、世界行きます。はい、いすゞ自動車とジェネラルモーターズ社が協力をして開発を行った車でございます。日本でのジェミニの名は双子座の意味なので、いすゞとジェネラルモーターズ社の協力の象徴として名付けられました。あ、すごい素敵だな。はい、ちょっとこちらもお子様に人気なんですけれど、はい、ミニカー年表でございます。こちら年代ごとに販売したミニカーというのをですね、展示しております。うわ、これは上がるわ。これだけの歴史があることをやっぱ知らないですよね。
ちょっとね、魅力がいっぱいすぎて、ちょっとこの動画にね、お伝えできたかわからないんですけども、見て感じて体験するっていうのが本当に体験できた素敵な施設だったです。ありがとうございます。ありがとうございます。これから石津さんのどうしていきたいかとかあったりしますか？ワークショップであったりとか、季節ごとのイベントなども今企画しておりますので、たくさんの方にお越しいただければと思っております。ですね、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん足を運んでみてくださいということで、以上火曜グリーン小林希玲でした。ありがとうございました。バイバーイ。